チベット仏教。チベット仏教は、チベットを中心に発展した仏教の一派。チベット仏教は、根元節一切ウブリーズの厳格な律に基づく、出家制度、仏教の基本である四聖体の教えから、大乗建教の諸哲学や、混合上の密教までをも広く包含する、総合仏教であり、独自のチベット語訳の大造教を、ところ意図する、教義体系を持つ。中国、日本、 チベットなどに伝わる北伝仏教のうち、関約経典に依拠する東アジア仏教と並んで、現存する大乗仏教の二大系統の一つをなす。教義としては、知恵と方便を重視する。インド後期密教の流れを組む無常湯タントラが実践されている。忍馬派、加牛派、サキャ派、ゲルク派の四宗派が存在するが、いずれも、謙教と密教の併衆を柱とする。 チベットでは七世紀から十四世紀にかけてインドから直接に仏教を取り入れた。そのためインド仏教の伝統が途絶える寸前の時代に伝来した後期密教が次されている。ラマと呼ばれる思想、特に化身ラマを尊崇することから、かつては一般にラマ教、ラツマ教、ラマイザムと呼ばれ、この通称のために正当的な仏教ではないかのように誤解されていた。 ラマ教という呼称は19世紀の西洋の学者によって普及したものであり、チベット仏教に対する偏った見方と結びついていたため、現在では使用されなくなっている。日教に限らず、中期、後期中岸派の著作、思想なども含め、総じて8世紀以降のイスラーム勢力の台頭によって、中国にまで伝達されにくくなった、そしてやがて滅ぼされることになる。 インド大仏教の経符を、ヒマラヤ山脈を挟んで目と鼻の先という地の利を生かし、ネパールのネワール仏教を除けば事実上世界で唯一継承してきた。中国や中央アジアの仏教との相互影響は、その地理的な隣接に比して、比較的弱いと言える。一方、特に人マハや民間信仰のレベルでは、チベット独自の要素も見られるが、チベットでは仏教を取り入れるにあたって、 サンスクリット語の原点からチベット語へ原文をできるだけ意訳せず、そのままチベット語に置き換える形の畜語訳で経典を翻訳したため、チベット語の経典は仏教研究において非常に重要な位置を占める。特に密教については、中国仏教では漢訳経典を通じて、主に前期、中期密教が伝えられ、後期密教の漢訳と需要は、 限定的であったのに対し、チベット仏教は8世紀の12世紀にかけて、後期密教、無常ユタントラ等の教えを中心としたインド密教を、後半に受け入れ、独自に消化した点にも、大きな特徴がある。どの宗派においても、一切無常が本来持っている仏性を、元とし、知恵、空性を正しく理解することと、方便、深海、菩提心、 大事悲などの実践の二側面を重視し、右上が大乗の菩薩となり六原蜜を、道として五道、十字の改定を進み、画として最終的に仏打の境地を達成することを説く。哲学的には、龍樹の説いた中眼派の見解を採用しており、僧院教育の現場においては、存在、認識についての驚愕、論争による、 論理的思考能力と正確な概念値の獲得を重視している。その思想の骨格となる重要な論書としては、シャーン・キレーバの表した、イリ・ボサツ公論、マイトレイヤの表した、究極一条宝正論と、玄関総言論などがあるほか、アティーャが伝えたとされる、ロジョン、ブロスペ・オング、和訳、心の訓練法の教えが重視され、全宗派で収集されている。また、 仏画の境地を速やかに達成するための特別な方便として各宗派においてインド後期密教の流れを組む無常湯河タントラの実践が行われている。一般的に新約派では無常湯河タントラを本尊の感想を中心とした正規次第を重視する父タントラ、身体修練によって空将大学の獲得を目指す究極次第を重視する母タントラ、 それらを不可分に実践するフニタントラの三段階に分類する。密教の採用義に相当する者には、ニンマ派の俗チェン、大九教サキャ派のラムで、銅カギュ派のマハームドラー、大ン、ケイなどがあり、各派に思想的特徴が見られる。これら県密、平州の修道論として、最大宗派のゲルク派には、ソンカパの表した、母大シダイ、ラムリムと、 秘密同士大論、無学リムガールが、各宗派においてもそれらと、ほぼ同種の修道論が多数表されている。無常を湯がタントラの実践においては、タントラ文献の記述や、口実のヤブユムのイメージなどから、一部でセックスを修行に取り入れているという道徳的観点からの批判もあるが、これは在家密教修行者集団内でのことである。 中世にはを中心とした出家者集団の復興が行われて以降、性的実践を行わずに密教を修行する傾向が強まった後日。その影響が各派に及び、現在の出家相談においてはあくまで関連上の教義として昇華され、なおかつ一般の修行と教学を習得した者のみに開示される秘宝とされた。このような呪術的、性的な要素については、 出家相談内においては、実際的な行法としては禁止されたものの、その背景にある深遠な哲学自体は認められたため、驚お及び象徴的造形としては残されたということに留意すべきである。現在では謙虚を重視するゲルク派が最大宗派となっていることからも、全体として密教的な修行法よりも、教理問答のような言語的コミュニケーションと、 仏教教学の厳密な履修が重要視される傾向が高まっていると言える。現在、大きく分けて四宗派が存在するが、いずれも、謙教と密教の平衆を柱とする点では、共通し、宗派間の影響を及ぼし合って発展してきたこともあって、各宗派の信仰形態に極端な差異はなくなっている。恐ろしい行走を表す、フンドソン、ヘールカヤ、 男女の抱擁する姿を表すヤブユムが特徴的であり、これらがことさらクローズアップされがちであるが、他にも、阿弥陀如来や十一面観論、文殊菩薩といった大乗仏教圏では一般的な如来、菩薩も盛んに信仰されている。禅を中心に独自の発展を遂げた中国の仏教では、廃れてしまった仏が日本、特に、奈良、 平安系仏教とチベットでは共通して信仰され続けているケースも多い。一方、最高位の仏としてチベットでは釈迦如来や大日如来よりも後期密教の特徴である本書物を主尊とする点が独特である。ターラー仏母やパルデンダも、フンド系ーキ商店といった女神が盛んに信仰されることも特徴的である。文化面では 単価と呼ばれる仏画の掛け軸や砂マンダラ、楽器を用いた土胸などが有名である。民間の信仰形態として、特徴的なものは、マニ社、タルチョウ、狂気、長僧などが挙げられる。また、観音菩薩の信言である六時信言が、盛んに唱えられる。チベット仏教は、チベット本国だけでなく、チベットからの布教により、仏教を受け入れた、 諸民族の間で広く信仰される。チベット系民族では、国連加盟国のブータンのほかインドのシッキム州、ラダック地方、アルナーチャルプラデーシュ州のメンパ族、ネパール北部ヒマラヤ地帯のムスタン、ドルポやシェルパ族、タマン族など、また、チベット系以外では、モンゴル国と中国で南モンゴル、内モンゴル自治区のモンゴル人、ロシア連邦内のブリアート人、 モンゴル系やカルムイク人、同、トバ人、モンゴルの影響が強いトゥルク系といったモンゴル、文化圏でも支配的な宗教であった。他に、満州族、ナシ族、教族などが伝統的にチベット仏教を信仰してきた。満州族から出た新朝の影響で、北京や五大山、東北部、満州など、中国北方にもチベット仏教寺院がある。また、 中国においては、明朝の十一代皇帝である、聖徳御門も即位直後から、チベット仏教に、系統、という邪縁の寺を作ってラマゾーラと秘喩に明け暮れて、いたとの記録がある。モンゴルは、伝統的に、チベット仏教、第二の中心地であるが、チベット仏教の直輸入的なものであって、地域的な特色はあっても、モンゴル仏教として区別するほど、 独立的な要素は強くない。チベットにおける宗派がそのまま、モンゴルにも存在し、近代改前はモンゴルからチベットへの留学が盛んに行われていた。他方、ネパールでは北部のチベット系民族にチベット仏教が信仰され、さらに近年では中央部でもチベット仏教の進出が見られるが、元来中央部のネワール族などの間には、チベット仏教とは異なる。 独自の大乗仏教の経譜が伝えられている。7世紀前半、トバンの孫千安保王、在位、581年から649年が、チベット統一を果たすとともに、唐とネパールから嫁いだに王妃、文政公主との勧めで仏教に帰依した。トバンの首都ラサには、トゥルナンジ、ジョカン、大正寺が建立された。ティソンデゼン王、在位、 742年から797年の第2話、仏教が国教と定められ、国立大僧院、サムイエーデラが建設されて、インドのナーランダー大僧院、ナランタジの長老、シャーンタラクシタが称された。また、パドマサンババが密教を伝えた。さらに、786年には、トンコウから、禅僧カエンがチベットに招かれたが、 シャーンタラクしたのでしカマラシーラとマハヤーナの全宗との間でそう、サムエーデラの修論が行われた結果、カマラシーラのインド系仏教が正当とされた。以来、サンスクリット語経典をチベット語へ翻訳する事業が始められ、824年頃までかけて膨大なチベットオークラ行が作られた。トゥ末期には国家仏教の支配体制に揺らぎが生じた。 最後の王ランダルマは、仏教勢力の排除を目論んで廃物を行い842年に暗殺されたという伝説が伝えられている。王家が地方に死産した後は、チベットは長い分裂時代を迎えた。王朝が滅亡して統制がなくなると、チベット仏教も一時大敗を見せた。宋河の活動は衰退し、当時インドで流行していた精油が、性的法や、 呪術的手法を説く、在家密教、すなわち、タントラ主義が横行した。トバン王家の亡命政権の一つである西チベットのグゲ王国は、王朝時代の伝統保存と仏教復興の担い手となった。11世紀になると、インドから入国して仏教界を指導したアティシャ、在イ,イ、982年から1054年と、その弟子のらによって、 戒律復興運動が起こり、出家教団が再興された。半若行の解釈学、有意識や、如来像思想の研究、中眼思想の二派の論争など、謙教の哲学研究が、盛んになった。他方、薬教師と、ミラレパラによって新たに、インドのや、直伝の後期密教がもたらされた、カギュ派、アキシャも、戒律に違反した行法は禁止したが、 密教を学ぶことは容認したため、密教化した大乗仏教が排除されて、初期仏教の本流に近い神座部仏教が徹底されたスリランカや東南アジアとは異なり、チベットでは相互に矛盾する見解を持つような、あらゆる学派の謙虚や密教が総合的に学習される傾向が生じた。1240年、チベットは、 モンゴル帝国の侵攻を受けたが、東寺山地方を中心に一大勢力を持っていた、サキャ派は、モンゴルの怪獣を得ることに成功し、チベットの自治支配権を得た。さらに、クビライが即位すると、ザッサキャパンギタのオイパクパは、元朝の帝子として、厚く遇されたが、その弟子のがその遺行を背景に滅亡した、南宋の墓を暴いたため、漢族から反感を買った。この時代に、 チベット仏教はモンゴル諸部族に広く浸透した。1368年の岩頂崩壊後はサキャ派に、代わってカギュ派系のパクモド派が、中央チベットに政権を確立した。パクモド派政権の衰退後は、同じくカギュ派系のカルマ派と、信仰のゲルク派が派権を争った。サキャ派やパクモド派は、宗教貴族と化した一族が、ザスや構想を反世襲的に排出する。 氏族教団であったが、対してカルマ・カギュ派は、化身ラマ、天章ラマ制を導入した。ゲルク派も後に、化身ラマ制度を取り入れ、ダライラマ、パンチェンラマの二大活物を中心として、勢力を伸ばした。この時代の有力宗派は、モンゴル諸部族や明朝と、変わる変わる同盟関係を結んだ。特にモンゴルの諸藩は、元朝の後継者として、 シベット仏教の保護者ととなることで権威づけを図った。ゲルク派は、ゾンカッパが1400年頃に立奏した。カダム派の教えを継承、発展させ、新カダム派とも呼ばれた。ゾンカッパは、従前の中眼派を退けて、謙虚を中心に、独自の中ビューロン派の協議を据えるとともに、過度のタントラ主義を否定して、無常用が、性的ヨガの大敗を禁じ、密教を中岸の、 無事書を深く感ずるための全常体系と位置づけた。また、従来の在家密教行者や士族中心の宗派に対して厳格な戒律に基づく出家修行を重視し、僧院を基盤とする教団を組織した。奨門上、説一切有部、教領部、菩薩上、謙教、真言上、密教を統合した修道体系は後期インド仏教が目指した。 方向性を実現したとも言える。1642年までに、オイラとモンゴルの空襲、ハーン、グシハンが、チベットの大部分を征服して、グシハ藩王朝を樹立し、ダライラマ五世を擁立して、宗派を超えた、チベットの政治、宗教の再権威に据えた。以来、ダライラマを法王としていただく、チベット中央政府、すなわち、岩元ポタンが確立された。これに伴い、 ダライラマが元来所属していたゲルク派は、愚子藩王朝のみならず、隣接するハル派、オイラトなどの諸国からもチベット仏教の政党として、偶され、大いに流勢となる。一方、派遣争いに敗れた多州派勢力は辺境に勢力を確保し、ブータンに下牛派系のドク派政権、シッキムにニンマ派政権が成立した。モンゴルと交流のあった、女神族、 満州族から出た新朝は、モンゴルの諸般王朝の後継者として、チベット仏教の保護者をもって認じ、妖精帝による愚子藩王朝滅亡後は、ダライラマ政権の直接的バックボーンとなった。一方で、チベットの内外政のほか、法王くらいの継承なども、新朝の干渉を受けるようになった。しかし、清志皇族をはじめとする、満州族には、チベット仏教に厚く系する者も,も多く、 宗教活動自体は保護を受ける面は強かった。17世紀頃からカトリックの宣教師がインドや中国方面からチベット探検を試み、チベット仏教に関する報告がヨーロッパにもたらされた。チベット仏教を信仰するモンゴル系の少数民族を領内に抱えるロシアは、帝政時代の19世紀後半頃からそれらの民族を利用してチベットとの交渉を図り、 ロシア各地にガツンと呼ばれるチベット寺院も政策的に建立された。20世紀になると隣接するインドを領有していたイギリスがチベットに勢力を伸ばし、チベット仏教研究も進展した。1959年のチベット放棄に伴い、チベットの国家元首であるとともに、チベット仏教の最高権威であるダライラマ14世がインドに亡命した。それ以降、 インドやネパールに大量のチベット人が亡命。その中にはチベット仏教の伝統を体現した構想が多く含まれていた。中国領チベットで破壊あるいは活動を休止された総員が亡命地に復興で新たな活動拠点となっている。現代の国際的な布教活動はこれら亡命チベット教団の活動によるところが大きい。チベット仏教に造形深い現代の 外国人としては、ロバート・サーマン、リチャード・ギア、日本では、中澤真一などが知られる。また、キアヌ・リーブスは、コイラマの転生者の子供をテーマにした、映画、リートル・ブッダに、シッター・アルタ役とて出演している。キアヌ自身も、仏教徒である。一方、中国の支配下に置かれたチベット本土では、チベット動乱に続く時期、1955から61年、 文化大革命の時期に、チベット仏教の寺院が、徹底的な破壊を受けた。その後も、形式的には信仰の自由が標榜されていたが、実際には、チベット仏教は、中国政府と中国共産党の徹底的な支配下に置かれると、共に、過酷な弾圧が加えられ続けている。特に、ダライラマに対する警護の念を口にすることは、犯罪行為とみなされ、弾圧の対象となる。 チベット本土でも一部の寺院は復興が認められたが、その規模は王子とは比較にならず、中国共産党の指導下で寺院の自主性は損なわれている。また、構想の多くが亡命したため、チベット本土におけるチベット仏教の伝統の継続に大きな支障が出いる。亡命した構想の中には、ゲルク派の主座であるガンデンティッパの第95代であるタシートントゥン。 カルマカギュ派の教師である、カルマパ17世、ウゲンティンレイドルジェ、リクンカギュ派の教師である、リクンチェサンリンポチェなど、チベット仏教の各支派の教師クラスも多い。2007年8月4日の AFPBB ニュース、中国国営新華社通信の報道を、引用によると、中国政府は、国内の化身ラマが転奨する際、政府の許可なしの転奨は認めないことを決定した。 構想を管理下に置くための措置と見られている。現在の中華人民共和国におけるチベット仏教、特にゲルクハイの弾圧については、チベット問題を参照。ロシア連邦の自治共和国の一つであるカルムイク共和国には、チベット仏教を信仰する住民が多く、事実上の国境として扱われているとされる。住民の中には、 欧州唯一の仏教国を標榜する者もいると、伝えられ、ソビエト連邦崩壊後、宗教の自由化が行われると、同国のイルムジノフ大統領は、ダライラマ十四世を、同国の仏教センター所として招聘しようと試みた。中国仏教の系譜を組む日本の仏教は、チベット仏教と直接のつながりはないものの、同じく大乗仏教であり、特に、 中国などでは衰退した密教を保持するという点で共通する。また、中国での授業を介さない、インド時期伝の大乗仏教であり、前述の通りサンスクリット原点に近い、チベットオクラ教は仏教学の上で貴重な資料となる。このことが、明治時代には、能見ひろら仏教学者に注目され、日本人初のチベット探検者、川口外界に続いて、1900年代から、 大正時代にかけて、ただ一時館、青木文教、寺本縁柄日本の僧侶、仏教学者がチベットへ赴き、チベット仏教を研究した。戦後は、欧米経由のニューエイジやサブカルチャーの領域において、注目されるようになり、エキゾチックな仏教美術を、ドラッグの幻覚を連想させる表現で引用したり、天章ラマ、トゥルクのシステムや一部の仏典のみを参照して、 呪術的な側面を特に強調して紹介されることが多かった。また、ダライラマ十四世がオウム真理教の朝原将校と面会した際に、朝原を賛したこと、オウム真理教が東京都で宗教法人格を取得した際には、ダライラマ十四世が東京都に推薦状を提出して、オウム真理教を支援したことなどから、チベット仏教に対する悪いイメージが広まった。 チベット亡命政府受立以降は、積極的なチベット仏教側の情報開示、学者や伝統的な僧侶による一般向けの講習会、開催など、理解を深めるための活動が行われている。日本においてはとりわけ、ダライラ魔法王日本代表部事務所勤務者たちによって、1998年に設立されたチベット仏教普及協会、ポタラカレなどが、その役割を果たしている。 また、教派的に近い関係にある日本の新言宗との関係は以下に示すように緊密であり、盛んな交流がなされている。上記のチベット仏教普及協会、ポタラカレッジも新言宗地山派や大正大学などと縁がある。2008年、チベット仏教、下牛派の分派である儀君加牛派、直密義巨教,教派は、京都にチベット仏教直密義巨教,教派、 宝吉祥仏法センターを設立した。これは、同派の僧侶のリンチェンドルジェ・リンポチェが台湾において主催する宝吉祥仏法センター、社団法人中華民国史、宝吉祥仏教文化交流協会の日本における拠点として設立されたのである。ニンマ派、カギュ派、サキャ派、ゲルク派をチベット仏教の四大宗派と呼ぶ。上記以外にも、 シャンパカギュ派、シェ派、チューハなどの現在は、独立した宗派としての組織を持たない伝統や、近年復興運動が起こっているジョナン派などが存在する。また、ゲルク派の保守勢力の間で、ご奉尊または、怨霊とされる祝伝の崇拝が行われており、彼らを指して祝伝派と呼ぶことがある。現在、祝伝信仰は、ダライラマ世によって禁じられており、 それによって祝電派は、チベット仏教の主流派からは、遺憾とみなされている。一方、祝電派はニューカダンパトラディション、国際化ダム派仏教連合、ウエスタン祝電ソサイティといった団体を結成し、チベット仏教主流派に対抗する活動を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。